がとうございます。はじめまして、こんにちは、 LPYG です。私たちはこのライブをするために集まったこのライブ限定のバンドです。今日は1970年代のブリティッシュロックをやりたいと思います。短い間ですが、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと曲の説明をします。最初にやった曲はレッド・ゼッペリンのカシミールっていう曲なんですけど、カシミール1975年 の、 あの山陽新幹線がちょうど開通した年に発表された曲で、カシミールっていうのは地名なんですけど、この辺にインドがあるとするとこの辺にあります。でこの辺りがちょっとヒマラヤ山脈なんで、ちょっと涼しいイメージがあると思うんですけど、この曲の歌詞はアフリカの砂漠をイメージしてるらしく、なのでちょっと熱い感じの曲になってます。次の曲はピンクフロイドの曲をやります。この曲はですね、ピンクフロイドの曲がすごく売れて、周りもすごく盛り上がって、まあ、みんなチヤホヤしてくれてるんですけど、あまりバンドのこととかをよく分かってない重役の人たちがなんかトンチンカンな、ピンクフロイドっていうのはバンド名なのにピンクさんはどなたみたいなことを言って、なんだかなっていう感じの曲です。聴いてください。ハマキはいかが。
います。次の曲はノリノリの元気のいい曲をやりたいと思います。これは1969年の人が初めて月に降り立った年に作られた曲です。この時の月面着陸の様子は全世界に中継されたらしく、日本でも特別番組の最高瞬間視聴率が 68% を超えたそうです。すごいなと思いました。そんな月の話とはすいません、あんまり関係がないんですけど、皆さんも音楽に乗って楽しんでいただけたらなと思います。次の曲はですね、またピンクフロイドの曲をやります。これは1973年にピンクフロイドが発表したアルバムに入ってるんですけど、そのアルバムのタイトルはダークサイドオブザムーンといって、直訳すると月の裏側ということなんですが、日本のレコード会社はこれを気が狂うって書いて狂気というタイトルで売り出しました。月の表面は静かに見えるけど、裏側には何があるかは誰もわからない。人は誰でも心に闇を持っている。そんな曲です。聴いてください。ブレインダメージ。
後半の曲はジェネシスのアフターグローという曲を使いました。さっき自己紹介の時に使った曲はイエスの曲なんですけど、私たちバンド名が LPYG と言いまして、実はこれは今日やった曲のアーティストの頭文字になってます。レッド・ツェッペリン、ピンク・フロイド、イエス、ジェネシスでLPYG でした。で、全部のアーティストの曲がもう終わりましたので、ラストあと1曲やって終わりたいと思います。で、最後もピンクフロイドの曲をやろうと思うんですけど、これはプロレスラー の、 あの入場の曲にもなってたので、もしかしたら聞いたことがあるっていう方もいらっしゃるかもしれません。本日は本当にありがとうございました。 LPYG でした。吹けよ風、呼べよ嵐をやります。